はいこんにちは村正ですこちらのチャンネル毎週日曜日19時より更新しておりますまだチャンネル登録をお済みでない方おられましたらぜひこの機会にチャンネル登録をよろしくお願いいたします並びにね動画良かったよと感じていただけましたら励みになりますので高評価ボタンも押していただけましたら幸いです そして私、メインチャンネルを持っておりまして、あちらは塗装業者向けのガッチガチチャンネルです。こちらはね、サブなので塗装に特化せず、様々なものを紹介したりする感じのチャンネルにしていこうかなと思っていますが、現在のところ9割が塗装と。はい。どうぞよろしくお願いします。はい、今日は FRP の社外部品です。 今日はこちらを塗装していきますが使えますスプレーガンは明治製作所 F0 タイプ T のボディに R のキャップをつけたモデルになりますはいそしてこれ内カップなんですけどゴミを取るいいカップがあるんですね内側に入れるインナーカップここでね最終的なゴミを取ろうという はい、格作です。これはヨトリ山の製品ででね結構いいです。こうやってねゴミ,にゴミを防ぐためにストレーナーというものをつけるんですけどもここでろ過してますこしてますそして先ほどご紹介しましたヨとり山の内カップでもう一丁ろ過をしてあげようとはい、バッチリなのかって言われますとねまあプラシーボ気休めみたいなところもありますけども一応つけといて損はないかなと思いますそんな高い製品じゃないんでね内カップはね 結構おすすめですよちなみにこの明治のカップにはドンピシャできません基本的には CJ ライトの話先にしようかな これ CJ ライトという製品でスプレーガンにこうはめ込むライトなんですね。これ非常に暗がりで塗るときも便利です。私ね、あのメインチャンネルの方でそんな動画も出しておりますけども結構ね、このライト強力 DIY の方なんかすごくいいんじゃないかなと思うんですよね。ちょっとお値段しますけどでもまあ壊れるものでもないので買っておいて損はないのかなと我々プロ向けというよりも DIY の方はめちゃめちゃいいんじゃないかなと思うんですよね。この CJ ライト私とてもおすすめです。 もっともこうやって明るい場所で塗ることが我々多いのでまあ、業者なので、あのーね、一般の方ってこう車庫だったりとか結構暗がりの部分とかがあったりしてわざわざこう左手に照明を持ってなんてねあのことがあると思うんですけどこれちょっと重量増してしまうんですけどでもそれに替えがたいねあのー、利便性というのがあると思いますよ。私ねこの DIY の方にはこのライト非常にお勧めしております。 そして先ほど言いかけましたが、あの、よとり山の内カップの話に戻します。実はね、あれ、岩田のカップにドンピシャ系なんですよ。で、これ、明治のカップなんですけど、若干削らないと入りません。はい。こう、まあ、カップの形状というのかな、がちょっと違うのかもしれませんね。えっ、ー、と、デヴィルビスのカップに、あの、外形というのか、大体その辺は OK なんですけども、あの、高さがちょっとね、変わってきちゃってね。 これは削って入れてますこれイメージのそのままカップを使ってるんですけどもデビルビスのカップアルミカップなんかにもうちょっと削らないと入らないかな岩田のカップに 400cc のカップにはドンピシャです、はい、ちょっとねご交流の際はご注意ということで、はい、まあこれライトを使いながらねあまりこう効果は発揮できてないように見えますけども実際ねこれあの目で見るとねすごくよく見えますよまあまあ暗がりの場所で 使えばね効果は絶大という。まあそう言いながらもこうガチガチのこうプロ向けのあの呪文のような専門用語がいきなり並びましたけどもはい。まあライトつけてゴミ取って塗ってるよーっていうことなんですね。はい。そしてここら辺は適当にこう棒を2本差し込んでねあのお酒のケースをひっくり返してこう台を作ってみました。 こう,いう、ね、あのアイデア製品をね即座にこう作らないとね我々の仕事なかなかできないので <laughs> 複雑な形状のものとかねいろんなものがあったりするのでこういうところは臨機応変に考えないとなかなか仕事ができませんはいこれまあ黒なんでね塗装自体はそんな難しくないです色もね月がいいのでうん色もねやはりこう染まりのいい色染まりの悪い色というのがありまして、まあ、ご存知の方もいると思うんですけども、まあ、黄色とか えー、あと赤なんかなその辺はもうちょっと染まりが悪いと何回も何回もかけないとダメですね我々が塗ってもこう10回とかかける色もありますはい黒というのはねもう大体ねあの結構一撃で染まってしまうあの隠蔽がいいんでとてもねすぐね色がついてくれます黒というのはとても塗りやすいですねただねやっぱりこうゴミが目立ったりとかするのがなかなかたまに気づかなとはい 他が、ね、こうピカッとして綺麗になってるのにねゴミがつくとまたすごく目立つんですよね黒なんかやはりねこう、綺麗にされてる方が多いのでましてやねこうやって社外品の部品をつけたいって思うようなねあのユーザーさんはやはり車を大切にされてる方が多いのではい、まあ、ちょっと気は使えますけどもはい CJ ライトもういいですよね便利ですよねそれではトップコート入っていきますはい。 なんと、先ほどの CJ ライトを4発つけてみました。<laughs> 意味あるんかって <laughs>。まあ、とりあえず4個つけてみました。4個っていうか、2セットですね。<laughs> 意外とハマりましたね。これすごくないですか <laughs>。はい。結構いい感じですよね。 これ相当明るいんじゃないかなと思ってちょっとブースのね電気消してみようかなと思ったんだけどあの、まあ、昼間だったんで、まあ、ちょっとやめときましたけど、はい、夜だと結構面白い映画撮れたんじゃないかなと今思ってますはいこれ2セット使いましたよちょっと贅沢ですね、まあ、よくわかんないんですけど私の目にはとてもよく見えましたうん 映像だとね、ちょっともともとこの部屋は明るいので、あのあまり効果を発揮できてないような気がするんですけども、これはでも私の目にはすごくよく見えてます。で、まあ、重量はフロント側、前側がね、フロントヘビーという、はい、結構な体力仕事になりますけども、なかなかね、意外と重量はあるんですよ、<laughs> 2セットついてますからね、ははは、そうですね、なかなかいいですね、これね。はい ちょっととても塗りやすかったですようん、まあ、こうってね仕事中に遊んでるっていうねそのくらいの余裕があるっていうはいあこれね今ねカップねあの向き変えようとしたんですけど <laughs> 4個四個2個ーセットーセットつけたせいでカップ動かなかったんですよ <laughs> ガチってなってますからねちゃんと真面目にやれって感じですけどねいや仕事自体は真面目にやってるんですよあの塗装自体は真面目にやってますはい ちょっとまあ塗り方がふざけてるっていうだけで、はい、画角もねちょっと難しくなれますけどねはいねこういった部分ね結構大事ですよねうんあそこがねザラザラしてるとゴミが溜まってしまったりとか汚れが溜まってしまったりとかねしますんでここもツヤツヤにこういった中ですね意外と流れやすかったりしてこうちょっと塗りにくいんですけどうんまあこうやってパターン幅 このスプレーガンはねあのパターン幅といってこう細くできるので突出を細くしながらこうやって塗ってはい、まあ、裏側から塗ってもいいんですけどねうん私は横着なんで表側からやっちゃったりしますけどはいそして ここでちゃんとしっかり戻すのを忘れてしまうと大変なことになります。はい、細いままでね。あの、自分の頭の中ではこの幅広の感じでこうイメージしてるのにもかかわらず、先ほど細くしたことを忘れて、そのまま塗ってあっってなることがあったりします。はい、これは多分ベテランでもあると思います。気を抜くのは大敵とはい、これ塗装怖いとこなんですね。細い感じでね。塗ろうとして塗りましたと。とはい。 そして次の部品に移り変わったのに細くしたのを忘れてるという幅広に戻すのを忘れるというね、はい、ここは絶対ね忘れないようにしたいですね大事故が起きます、まあ、細いとねこうじゅぶじゅぶじゅぶっとこうあの真ん中にこう直撃みたいな感じになりましてとてもね処理が大変になりますので、ね、まあ、ほぼやり直しというパターンになるでしょうか、うん、塗装というのはねこう忘れないことの方が大事ですね、はい うまく塗るとかっていうよりもその忘れないあまたやってますねガチってね <laughs> 癖なんで <laughs> 2セットついてるっつうのに <laughs> 忘れてるんですよまあ多少動きます、ね、手前にはなまあまあ動くんですけど真上に持っていけないっていうだけで1個取れよって話なんですけど、はい、まあこうやってね綺麗に塗っていってます これ見てるとやっぱりこうあの絞りという部分のつまみを結構ちょこちょこ変えてますね私ね意識はしてないんですけどはい、あ、エアーですねこれはエアーの調整をしてますねなんか気に入らなかったんでしょうねかなり頻繁に私はいじりますうんまあ多分メインチャンネルねご覧の方はお分かりになってるかもしれませんけどもかなりこうね調整を普段から入れ続けるという そういった意味でねまあ実は缶スプレーってあんまり使ったことないんですよね私ねうーん、まあ、ちょっとやってみようかなと思いますよね缶の中開けてスプレーガンに入れたりとかってしそうですけどそれ意味ないですよね缶じゃないですもんねもねさあそして最終仕上げの方に入っていきましょうここら辺はねきっちり最後のポイントなのでここはね私たち業者なもんであのゴミのつかない部屋でやってるんですね だからこうやってまあ簡単に進んでいますけどもこれはゴミがつく場所でまあ普通の屋外というか屋内というか屋内の屋外みたいな場所でやったりまず工場の中とかですよねそういったところでやるとやっぱりゴミの付着というのが出てきますそういった問題がなかなかあってこういう風にスムーズにはいきません必ず途中でゴミの処理をする作業というのが挟まりますはいこれはねあの誰がやってもそうなると思いますうんこう私ここれストトレートでこうなんか 映像ではこう言ってるような感じしてますけども、はい、この部屋からね飛び出して塗装をしますとまあゴミが付着するのでそれをこう処理しながら工程を進めていくといったねそういった作業内容になっていくと思いますこれはねもうこの部屋ありきなんですねまあこういった複雑な形状のねものはねやはりなおさらこういう場所が必要なのかなと思いますまあ言ってもねこの,このシステム高いんで あのこのお部屋ですねこの上から風が出てきてこう下から風を吸い込んでるという空気を吸い込んで、まあ、中をこう浄化し続けるというブース塗装ブースと言われるものですけどもこれはねなかなか高いものなのでない会社もあったりします、はい、私ねあの最初に勤めた会社これ存在してませんでしたのでこれっぽいのはありましたけど、はい、基本ねこのブースなしの仕事が十数年16年ぐらいやってますから。 ブースなしの場所の仕事っていうのも非常に慣れてはおりますが近年はあのこの会社に入ってからは私これ、ね、中途採用なんで、はい、この会社に入ってからはもうこのブースあ、またやってますねバカなんですね3回目ですからね3回目はもう完全にダメでしょ <laughs> ガチッてやってましたね <laughs> 取れやお前って話ですよね <laughs> もう頭の悪さが出てるでしょ <laughs> こんなレベルなんですよ。<laughs> 所詮こんなもんです、私は。<laughs> もうね、皆様にこうご紹介しましたよね、今、頭悪いさんですよ、3回目ですからね。<laughs> いやね、ほんと頭悪いんですよ。めちゃめちゃ頭悪いんで、もう露呈してますよね、ここでね。これが私です。グッドじゃねえよって話ですよね。<laughs> これ多分、あの今、親指立ててますけど、さっきあの3回これガチってやってるの忘れてますからね。 <laughs> 刺した問題じゃないと思ってるんですよね <laughs> 映像を見てると頭の悪さがにじみ出てますね <laughs> はいでもすごくないですかこんなバカでも綺麗な仕事ができるんですよこのブースという設備とこの素晴らしいスプレーガンとこの素晴らしいライトがあることによってはいこれ道具がやってますからね私じゃないんですよねこれ道具ですね 私は動かしてるだけなんで、はい、ガチって3回もやって動かしてるだけなんで、うん、ちょっとトラ,トラウマになりそうですね <laughs> 4個つけるのやめやめ4個だ2セット <laughs> 2セットつけるのはあの皆さんやめてくださいねガチってなるんで、はい、今日の動画の教訓ですね CJ ライトは1個にしましょう、はい、<laughs> タイトル回収もできてないかこれ <laughs> 4発つけてみたっつっていや大体そういう発想がバカなんですよね メーカーカそう歌ってないんではい最終仕上げなのでまあ気を抜かないようにこれまたガチってやるパターンですかねちょっと怖いですねもう忘れてますからきっとねクリアはねこれ4対1といわれるクリアですはいおおきれいになってきましたねまあまあ最終なんでね本当にここは気を抜けないところですから いいっすねもうちょっとで問題のポイントきますねまたガチってやるかもしれないですね見ものですけどはいそこを塗ってで下から塗るしつこいっすねあんまやると流れるよって感じですけどあ戻っていきましたねまた帰るつもりなんだろうか 一体どうて何、ね、かあったのかな全然記憶にありませんけどそこの下はいいのかな結構乗ってますね流れそうああ終わったんですねガチってやりませんでしたね あれでいいそうですはい <laughs> なんだ期待したのにやれやって話ですよね <laughs> 4回目でこう一回もう一回笑いを取ろうかなと思ったんですけど <laughs> やらないって <laughs> 使えねえ男ですね私ね <laughs> 持ってないんですよねやっぱこういうところね <laughs> 困ったもんだ <laughs> これね実はね映像あんまり見ないで編集してるんですよね そして結果としてこう見ながら音を入れてるという形を通ってるんですよ、私は。はい、だからね、自分がこうどういう心境になったかっていうのを、ね、たまに思い出すこともあるんですが基本的な流れはねあまり見ないでこう喋っております。うん本当はね、こう一応映像を見てね一回頭に入れてこうおしゃべりをすればいいんでしょうけどだから説明あんまりできないんですよね。 無駄話が多いっていうのはそこですね。これも編集の仕方というのはもちょっと考えなければならないのかなという課題ですね。はい。まあ、何を話してるんだって話もありますけども、だいたいこうやって余計なところに話が脱線していくと、おお、仕上がりはいいですね。綺麗になりました。うん。やっぱりね、こうやってみると事前のサーフェイサー、冒頭のサーフェイサー、はい、あの下地処理がやはり要になってきますよね。FRP の部品でね。うーん。 あそこがね、よく下地がよくできてれば、はい、とても綺麗にはなっていきますね、FRP の製品でも。とまあ、CJ ライトを2セット4発仕様で塗ってみました。以上、村松でした。ご視聴ありがとうございました。また次回動画でお会いしましょう。